こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。F3 ステルス戦闘機開発計画の工程が発表され、日本の航空防衛産業は活気を取り戻しつつある。何より、日本には IHI 製 XF9 ジェットエンジンが高評価を受けている。実際に量産されれば、その進化は問われてくる。この話を知っているだろうか。近々 IHI で F35 戦闘機エンジン専用工場が稼働するのだ。何？F35 のエンジンと脅かれるだろうが、日本の組み立て技術や部品の製造技術を認めているのだろう。米国も日本に第7艦隊を配備している理由もあり、日本に整備や部品の調達施設が欲しいとこ、その両国の関係と計算が合致したのだろう。では、その IHIF35 エンジン組み立て工場を詳しく話していこう。日本における F35 ライトニング2戦闘機の運用に向けた新たな動きとして、IHI 社の東京都瑞穂町にある瑞穂工場に、同機に搭載される機関部の組み立てを行う専用の工場が稼働を始めた。F35 ライトニング2戦闘機の機関部は F135 ターボファンエンジンと、大元はアメリカのプラット&ホイットニー社が製造するものだが、IHI 社は下請け企業としてこれに加わった。IHI 社の瑞穂工場では、ゆくゆくは年3、6機ほどのペースで F135 ターボファンエンジンを生産する予定だが、まずは同機関部の組み立てを行う作業から取り組みを開始したと報じられた。もちろん、同工場で生産される機関部は、航空自衛隊が調達を進めている。F35 ライトニング2戦闘機に用いられる予定で、アメリカ政府や、プラット&ホイットニー社との契約後に本稼働する見込みだ。IHI 社では、すでに19個に及ぶ機関部の部品製造も、プラット&ホイットニー社から請け負い済みで、福島県の相馬工場や、広島県の呉第2工場などで、その生産を行うことが決定している。こうした動きと並行して、愛知県にある三菱重工業の F35 ライトニングに、戦闘機用の施設は、同機の最終組み立てと検査を行う FACO ファイナルアッセンブリー&チェックアウトとなっている。この三菱重工業の愛知県の FACO は F35 ライトニング2戦闘機用のアジア太平洋地域における MRO&U 国際整備拠点となると報じられており、同機に重整備を行うことのできる限定された施設である。ここでいう重整備とは、F35 ライトニング2戦闘機用の機関部の、オーバーホールや発生する瑕疵への対応、搭載するソフトウェアの、更新などを指し、NHK によれば、2020年7月から、稼働を開始したとされる。アジア太平洋地域におけるこの MRO&U は日本の愛知県と
オーストラリアの2カ所に設置される予定で、主としてオーストラリアでは自国とシンガポールの F-35 ライトニング2戦闘機を担当するとみられる。今後、F-35 ライトニング2戦闘機のアジア地域での採用国が爆発的に増加すれば、MRO&U 自体の設置も再検討される可能性もあるかもしれないが、現時点では、この2カ所での運用のみとなっている。そのため、愛知県の MRO&U では、日本が調達する自国の F-35 ライトニング2戦闘機の A 型、B 型はもちろん、在日アメリカ軍の同期や、お隣の彼の国の同期も、ここで重整備を受ける前提で、設置が進められてきた。しかし、やはりと言うべきか、2019年末あたりから、韓国は自国の F-35 ライトニング2戦闘機が、この重整備を日本で受けることに異論を唱え始め、強硬派は、韓国内への MRO&U の新設を主張し始めている。こうした韓国の態度にも、アメリカは今のところ、日本もしくは、オーストラリアへの持ち込みを前提とする方針を崩していないが、更新用のソフトウェアブロック4も、近々リリースされる予定だ。このブロック4への更新を受けないことには、韓国の F-35 ライトニングに、戦闘機は稼働できない状況に陥ることになるのだが、アメリカが、そんな韓国の言い分を認める可能性は、ほとんどないだろう。ただし、日本の F-35 ライトニング2戦闘機をめぐる状況も、すべてが日本にとって、長期的に見て良いことなのかどうかの判断を下すことは、まだしばらく様子を見なければ判断できないだろう。そもそも論ではあるが、日本は F-35 ライトニング2戦闘機の導入を決定する以前には、アメリカが開発した第5世代戦闘機の先駆けにして、現在でも世界で最高性能を誇る F-22 ラプター戦闘機を希望していた。この F-22 ラプター戦闘機は、アメリカが他国への輸出を許可しなかったことから、日本はこれに代わる代替策として、ある意味、仕方なく F-35 ライトニング2戦闘機の調達を決めたという記憶もある。その上、F-35 ライトニング2戦闘機の開発プロジェクトは、その部品の製造を前述のように許可した国に飲みさせるものの、その国以外の機体にも、その部品を融通することが求められている。そのため、日本は自国内で生産した部品が外国の機体に使用されることを受け入れざるを得なくなり、当時の武器輸出三原則の例外とする特例的な措置をも行うことになったといえる。しかして、これまでF-15 戦闘機のライセンス生産などで培ってきた航空機技術の継承が、 F-35 ライトニング2戦闘機用の MRO&U を設置することで守られていくのか否かは、今後の経過を見るしかないだろう。こうした点も踏まえると、一部では航空戦力の在り方を抜本的に
変えてしまうゲームチェンジャーとまで形容されることのある。 F-35 ライトニング2戦闘機の是非は未だ不透明かもしれない。